さっさと乗ってくんな。もう出航だ。船が出るぞ。してしまった。マイヤに逃げたら急いで残りの精霊たちを見つけないと。びっくりした。大丈夫、心配いらない。マナの聖域から来たフェアリーだ。何の因果か俺に取り付いちまって、こうしてマナストーンのそばにいるという精霊たちを探しているのさ。ではあなたがフェアリー戦に選ばれた方なのですね。あなたのちょっと後ぐらいに司祭様に会って、あなたのことやマナの剣のことを教えてもらったんです。あ、ということはさ、あんたも何か困っちゃったりしてるわけ？ええ、実は。風の王国ローランドの王女リースは、ローランドを守るアマゾネス軍のリーダーとして今日も山の見回りに出ていた。私がやってみましょう。みんな見てて。リース様、気をつけて。ローランドの平和を脅かす魔物は絶対に許しません。モンスターが以前に比べて多くなってる。それに風が鳴いている。山岳地帯ローランド、ここに周囲の崖を自然の城塞として利用した難攻不落の城として名高いローラント城がある。さらに精鋭のアマゾネス軍が守りを固め、永遠に外敵の侵入を許すことはありえないかのように見えた。しかし、さて武術の稽古の時間ね。弟のエリオットを探さなくちゃ。ご存知ありませんか？わしは目が見えぬが、気配でわかるはずだ。待っておれ。
そう遠くへは行ってないんじゃな。おそらく城のどこかにおるようだが。本当にもうどこ行っちゃったのかしら。武術の稽古の時間なのに。私はてっきりエリオット王子はリースお嬢様と一緒だと思ってましたよ。いつもはお嬢様のおそばを離れようとしないのに。お妃様がエリオット王子をお産みになってすぐに亡くなられましたから、あの子にとってはリースお嬢様が母親みたいなものですからね。風の王国ローラントの王女リースには弟のエリオット王子がいる。母である王妃はエリオットを産み、その顔を見ることなく亡くなった。幼いリースの目に映ったのは静かに眠る母の顔と新しく生を受けた自分の弟の顔であった。国民のすべてが妃の死を悲しむ中、リースは一人で聖なる山に登り、涙が枯れるまで泣いた。だが幼くとも心優しいリースは、今もこれからも母の愛を知ることができないエリオットのために、母の分までエリオットに愛情を注ごうと誓ったのだった。じゃん。なんだ？しっ、坊ちゃんはこの城の王子様だよね。これからとっても面白いことが始まるよ。じゃーん、私は旅の手品師です。今日は王子様にとっておきの手品をお見せしよう。はい。で、お次は分身の術。はい。王子様、まだまだすごい手品があるよ。ほら、そこに地下室があるだろう。そこでもっといっぱい見せてあげるよ。さあ、行こう。
稽古の時間なのにエリオットがいないわ。もしかして地下室にいるのかしら。慌てないで、私は手品師1号ビルでござい。同じく2号ベンでござい。なんだ、分身の術じゃなかったのか。もっとちゃんとしたやつ見せてよ。はいはい、それではとっておきの超大魔術をご覧に入れよう。さあさあ、ボズエル、王子様、こちらへ。王子様、王子様ならここがどういう場所かお分かりかな。当たり前だい。ここはね、ローラントで一番大事な風をコントロールするところさ。でもね、王族の鍵がないと動かせないんだよ。ほっほー、ではその王族の鍵とやらでちょっとだけ風を止めてもらえるかな。とっておきの手品と、あの世から王子のお母様を呼び出す術なんだがね。王子はお母様に会いたくないのかな。風があるとお母様も天国から降りてきづらいだろう。さあ、お母様のために風を止めてあげようじゃないか。お母様に、お母様に会えるの？でも、リスお姉様が絶対風を止めちゃダメだって。はあ、なんとかわいそうに。王子はお姉様に騙されているんだよ。お姉様はこの術のことを知っていて、自分だけお母様に会っているのかも。そんな。さあ、どうする？ぼやぼやしてるとお姉様に見つかっちまうぞ。エリオット、どこにいるの？ほーら、噂をする。さあ急いで、お姉様に見つかったら二度とお母様には会えないよ。でも、このガキ、さっさと仕上がれ。エリオット！お前たち何者です？エリオットを離しなさい！お姉様！やったぞ！難攻不落を誇るローラント城も、この風さえなければ我がナバール忍者軍の敵ではない。今頃城内には一斉に進攻が始まっているはずだ。ローラント城は我々ナバール盗賊団改めナバール王国の城として生まれ変わるのだ。盗賊団最後の仕事が城を盗むことだなんて生かすだろう。俺、敵国のスパイめ。おっと、そんなことをやっている暇はあるのかな。ジョスター国王は今頃見えない目でどうやって戦っているのかね。お父様、エリオット来るのよ。
ほーらな、坊主。リース姉さんはお前のことなんかどうでもいいと思ってるんだよ。さあ、こっちに来い。嘘だ、やめろ、お姉様。黙れ。エリオットがいない。知らせてくれていたのに、マナの変動がわしの勘を鈍らせたのかもしれん。お父様、それに私のせいでエリオットが城内にはエリオットはいないようだ。気配が遠のいた。おそらく敵にさらわれたんだろう。リース、エリオットを頼んだよ。全滅した。一旦ナバールに帰り、フレイムカーン様に報告。再び軍を率いてここに戻る。退却。風が今頃になって風が戻ったって。エリオット、でもどこに行けば。
以前お父様が困った時は聖都ウェンデルの光の司祭様を訪ねなさいと。きっとお導きくださるに違いない。お父様やみんなをよろしくお願いします。私はエリオットを必ず助け出します。お母様の畳のリボン、どうか見守っていてください。ナバールの襲撃によりローラントは滅亡。最愛の父も失ったリースは弟エリオットを探すべく今一人旅立つ。私にもお手伝いさせてください。ローラントの再建も大事だけど、マナの木が枯れて世界がなくなってしまったら意味がないですもの。ありがとうリース。マナの女神様がお目覚めになればきっとローラントの再建に力を貸してくださるでしょう。ええ。宿から脱出できたが、これからどうすりゃいいんだろうな。町の人に話を聞いてみる？そうだな、何かわかるかもしれない。ついでに武器屋に行って品揃えを見てみようぜ。